Right, and now for our final finalist, Mr. Bruce Kirk from Anglo Academic, talking about the rule of the slipper for foreign companies in Japan. はい、皆さんこんにちは。カーク・ブルースです。私が最後の最後ですから、まあ、皆さん本当にお疲れ様でした。まあ、恐縮ですが、あと、まあ15分だけちょっと我慢して、苦労していただければありがたいんですが、さて、あのさ、ピーター・パーカーさんのスピーチコンテストについてに参加させていただいて、あの本当に光栄のことです。まあ、なぜそんなに光栄かと言いますと、ちょっと、まあ、2つの理由がありまして、あの一つ目が、私が大学時代、およそ、29年ぐらい前なんですけれども、あのちょうど、隣のビル、あの私が一番最初の、まあ、正式な、日本語の自己紹介をやらせていただきまして、もう一つの理由が、1992年、あのちょうど同じところで、あのサピーター・パーカーさん本人に会いました。だから、まあ、私のまあ、日本語の、まあ、冒険ですか、私の日本語の旅が、まあ、ちょうど始まったところから、ちょっと長い間私がぐるーっと回って、本日全く同じ場所まで、あのやっと戻ってきたという感じなんですけれども、あの村上春樹さんが書いたように、結局全ては、ブーマランのように、あの自分自身の手元に戻ってくるという年代だったのだ。あの早速ですが、まあ、これからちょっと簡単な自己紹介をさせていただいて、その後あのプレゼンのテーマの話に、入らせていただきます。まあ、29年前の自己紹介と比較してみれば、ちょっとあの改善がないと、ちょっと絶望しますので、頑張ります。あの私がイギリスのスコットランドから来まして、あのロンドン大学の、まあ、東洋とアフリカ学院、まあ、いわゆるソワスで、あの日本語を勉強しまして、勉強したものなんですけれども、あの一番最初に日本に行ったのは1991年、あの仕事の関係が、まあ、あの金融関係です。あの私と、まあ、アジアとの付き合いが、あの合計で20年以上なんですけれども、あの東京が12年、残りの時間が、まあ、香港と、中国にいまして、あの2017年イギリスに帰国しまして、あの今の仕事は残念ながら日本との関係は全くありませんので、あの本日お久しぶりに、日本語で話す機会がありますので本当に嬉しいです。続きまして、まあ、本日のテーマについてお話しした方がいいと思いまして、あのもしかしたら皆さんが、あの私のあのテーマを読んでから、あのスリッパの法則なんて一体何だろうという質問が必然的に出てくるだろうと思いますので、あの背景を説明させてください。スリッパの法則というのは、2003年、あの有名な、日本株のファンドマネージャー、藤野秀人さんに、あの書かれた本です。あの藤野さんが、まあ、ある会社、これから成長するかダメになるかすぐ分かるような、あの法則 のリストを作りまして、あの一番有名な法則が、もしある会社を訪問したら、あの社長と他の経営者さんがスリッパを履いていると、彼らがやっぱり、まあ、一生懸命会社の将来のためにあまり頑張ってないので、まあ、スリッパの法則というあの本なんですけれども、そうしたら、まあ私がこのスピーチ大会のために、自分の経験を生かして、日本にある外資系企業の、スリッパの法則を作った方がいいかなと思って、あの本日時間が限られて、トップ3だけの法則を、皆さんに紹介させていただきます。あの一番目の法則が、まあ、日本で成功している外資系企業が自社の商品に関して自信を持って原子化する必要がないと理解している、ないんですよね。あの、まあ、多国籍企業の場合には、まあ、いつも、まあ、国際化と原子化との間の摩擦がありまして、まあ、あの日本では、まあ、国際化という言葉が本当に、まあ、耳にあのタコができるほど聞かされますが、なかなか実現されません。あの90年代まで、あの日本の市場がかなりユニークだと言われて、
あの日本人の消費者さんの、まあ、特別なニーズに合わせた商品がないとなかなか進まないとよく言われましたが、1995年スターバックスジャパンがあの日本市場に参入した時、まあ、いろんな現地のコンサルタントに言われて、まあ、日本人がコーヒーを持ち歩くことはについて全然しませんよとよく言われまして、あの商品のフォーマットを変更しなさいとよく言われたんですけれども、あのスターバックスがそのコンサルタントが言ったことを全て無視しまして、今のスターバックスジャパンが1530店舗の規模で、あの売上高が、まあ、1000億円以上ですから、誰が正しかったかすぐ分かりますよね。あのいいものがあればあの消費者さんの、国籍と関係なくそのままちょっと自信を持ってそのまま出した方がいいです。じゃあ2番目の法則が、日本で成功している外資系企業がマーケティングの戦略、あの商品開発じゃなくてマーケティングの戦略を日本人の消費者さんの性格に合わせて活動する必要があると理解している。あの日本人の消費者さんとあの他の国籍の消費者さんが同じものが好きと言っても、やはり、まあ、日本人の消費者さんの好きになる方法とか、あのどのぐらい好きかの程度とかレベルが違い、まあ、異なります。あの日本人が、まあ、ある商品の好きだったら本当に、まあ、マニアックみたいに徹底的に好きで、あの商品が欲しければ、まあ、喉から出るほど欲しいんですよね。あの同じスターバックスの例を挙げてみますと、あのスターバックスジャパンができるだけあのそのマーケティングの活動ができるだけ現地化してやりましたんですよね。あの例えば、まあ、あのその喫茶店の中の工夫が全て、まあ、日本人の有名なデザイナーに任せて、あの伝統的なあの茶屋とか料亭みたいなデザインも利用して、そうしたら、まあ、あの商品のラインナップの周辺から、まあ、マチャフラパチーノみたいなあの東洋と西洋の文化を混ぜたものをあのだんだん紹介して、でその結果あのスターバックスジャパンがあの、まあ、スターバックスジャパンと日本の消費者さんとの間の、まあ、お互いにちょっと深い関係が、まあ、深い共通点ができまして、まあ、できたんですよね。じゃあ最後にあの日本にある外資系企業のスリッパの法則その3が、あの日本で成功している外資系企業のトップの人間がいくら不満なことがあっても絶対に怒らない。あの欧米のミーティングではあの正直なこととかちょっと単刀直入なことを言っても構わない。あの欧米の経営者が本当にお水からお湯になるように怒ります。あのその後、まあ、すぐあの、まあ、冷やすと冷静になって前のお水 の分子構造に戻りますが、日本の場合にはまるっきり違います。あのもしある、まあ、日本での社内のミーティングである人をあのまあ、攻撃的に批判したら、あの彼か彼女が決してそのことについて全然、まあ、いつまでも忘れません。いつか必ず仕返しするに違いないんですよね。あの日本人の経営者がお水じゃなくてやっぱり、まあ、ゆで卵のように怒りますよね。あの火をつけて一回ゆでたらその後いくら冷やしても前の分子構造に戻らないんですよね。あの、まあ、あの日産自動車のゴンさんがきっとそういうことが分かってないようですよね。まあ、あの私の、ちょっと実感なんですけれども、あの、まあ、私、まあ、日本にある外資系企業のスリッパの法則の、トップ3をあの紹介しましたんですけれども、あの、まあ、私からの説明が、ちょっと異常なんですけれども、あの時間的には本当に、まあ、コインにあのごとしのように、まあ、あのこれから応答時間に入らせていただきますので、まあ、皆さんご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。こちらソワソを卒業されて、また戻ってこられた今のご気分は、ちょっと懐かしい感じですよね。本館まで行ってないんですけれども、その地下にあるソワソのバーが今あるかどうかちょっと分かんないんですけれども、でもやっぱり懐かしい感じですね。長い間二十数年日本語を学ばれてきて、うん、日本を理解できてるなっていう感触はありますか？まあ、私が日本に行ったのは90年代がメインだったんですよね。だから、私、先ほど申し上げたように、私がちょっと日本との関係は最近全然ないんですから、やはり、そのスピーチ大会のために、準備すればするほど、やっぱりその90年代の思いがちょっと頭脳の中にちょっと入ってきて、村上春樹さんが、ノルウェーの森という小説で、記憶というのはなんだか不思議なものだと、というふうに書いたんですけれども、やはり準備すればするほど、そういう90年代の、テレビの番組の表現とかだんだん頭の中に入ってたんですよね。本当に懐かしい感じです。じゃあその90年の時の日本と、今ねお仕事ももう日本語関われてないと思うんですけども、今いろいろなニュースが入ってきている日本と比べたらどんな感じに変わっていると思いますか？やはり観光客の数が、だんだん増えて、やっぱり京都とか東京に行ったら、観光客の数がかなり増えたんですけれども、そうすると、去年 のラグビーのワールドカップと今年のオリンピックス のために、やはり日本がもっと国際的になってきたという感じかなと思うんですけれども。ありがとうございました。藤野秀人さんが書いたスリッパの法則ですけども、これは具体的には日本の企業でトップの人がスリッパを履いていたらこの会社はダメだっていうことなんですか？そうですよね。彼が、スリッパの法則という本で、合計でだいたい60件ぐらい の法則がありまして、でその60件の中で一番有名なのは、やっぱり社長がスリッパを履いてると無視した方が、投資しない方がいいという法則ですね。なぜですかね？いや、藤野さんが書いたように、スリッパを履いてると経営者がちょっとリラックスして、あまり将来のために頑張ってないようですから、投資しない方がいいです。緊張感がないっていうことですかね？おっしゃる通りです。それであとは、日本にある外資系の企業のスリッパの法則ですけども、3つ挙げましたけども、これはいい方の例ですね。このスターバックスなんかはいい方の例で、外資系の企業でもスリッパの法則が当てはまるのがありますか？いや、私がそのスピーチ大会のためにだいたい合計で20件ぐらいの法則を作りまして、もう一つを申し上げます、もう一つの法則を申し上げますと、日本で成功している外資系企業がその外国人のマネージャーを厳しい時だけを利用した方がいいですよね。やはり厳しい時じゃないと日本人のマネージャーの方がいいんですよね。もっと安定的に運営した方がいいと思うんですから、厳しい時だけ、例えばリストランの時とか、ちょっとコスト削減する時、その外国本社から外国人のマネージャーが、厳しい、ことをやってて、やった後すぐ戻った方がいいと思うんですよ。まさにゴンさんの件と同じですよね。おっしゃる通りですよ。ゴンさんが2000年の時いろいろカットして、でその時、その後すぐルノーの本社に戻った方がよかったかなと思うんですよ。
戻らないで失敗したっていうことですかね。その通りです。わかりました。どうもありがとうございました。いやどうもすいません。ありがとうございました。